TOMONYエゴタ店TOMONYは西武鉄道がファミリーマートとフランチャイズ契約して出店している駅構内の売店である。2007年6月5日に西武鉄道とファミリーマートが新しい形態の駅売店を共同運営することで合意。2007年7月3日にトライアル店舗の3店舗がウォークイン販売方式として西武池袋線練馬駅にステップイン販売方式として西所沢駅にカウンター販売方式として練馬高野台駅にそれぞれ開店した。3ヶ月間の実証実験を終えた後、同年12月20日に高田馬場駅橋上店が開店した。その後、2008年2月9日に武蔵藤沢駅店、同年4月に国分寺駅店、中村橋駅店と展開を進めている。今後、全92駅中、約70駅にある店舗をTOMONYに転換する予定である。ファミリーマートと共に、お客様と共に、地域と共に店舗を成長させていくと意味を込めてTOMONYと名付けた。従来の西武鉄道駅構内にあった売店とは異なり、POSシステムを利用するなど効率化を図っている。パスもスイカ等の交通系電子マネーのほか、ファミマTカード及びプリンスカードを含むクレジットカード、デビットカードでの決済で商品の代金を払える。かつては通常のファミリーマートでは決済可能な和音。iD、iD、QuicPayの利用はできなかったが2018年から大泉学園駅店や高田馬場駅店で試験、導入され、2018年7月頃から順次、拡大され、TOMONY全店で利用可能になった。なお、T マネー T ポイントやクエカードによる決済は利用できる。ポイント付与は T ポイントかプリンスカードのどちらか1枚のみとなっていたが、2014年4月1日からは、スマイルリンクサービスで、プリンスカードと紐付けされたパスモで支払う際に T カードを提示することにより、プリンスポイントと T ポイントが同時に付与されるようになる。またプリンスカードそのものの提示によってはポイントがたまらないよう変更された。なお、練馬駅店等一部の店舗には、e ネット ATM やファミポートが設置されている。また、一般的なコンビニエンスストアと同様に酒やタバコの販売も行っている。販売店の一覧は公式ウェブサイトを参照。西武鉄道とファミリーマートが駅売店の共同展開で基本合意。西武鉄道株式会社2007年6月5日ニュースリリース。ファミリーマートと西武鉄道が駅売店の共同展開で基本合意株式会社ファミリーマート2007年6月5日ニュースリリース4月1日より駅中コンビニTOMONYでスマイルリンクサービスが始まります。西武鉄道株式会社2013年3月26日ニュースリリースありがとうございます。